しい庭園を望む老舗料亭の三滝荘。国内外の要人をも魅了するおもてなしを、総料理長鈴木和夫さんの登場です。さあ、今日は三滝荘から玉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週は今が旬サンマを満喫レシピ、今日はこちらを作ります。サンマかば焼きの卵巻きということで、ふわふわですね。そうですね、はい、なんかこう見た目うまきのような、もう本当にうまきの中身がサンマになったっていうだけです。そうですね、はい、ただいろんなところに調理のポイントが今回含まれてますんで、見逃さないでください。クッキングスタートです。はい、じゃあまずはじめに大葉ですね、はい、こちら大葉をはじめに刻んでおきます。はい、これは最後の薬味に、薬味といいますか卵の上にちょっと、はい、最後のトッピングに、トッピングですね、そうですね、そちらの方の大葉ですね。ちょっと少し刻んでおきまして、綺麗なんです、細やかで細いですよね。少し水にさらしてアク抜きですね。そう、これ玉田さんに教わりました、はい、大葉は水に1回、そうですね、浸しておくと黒くなってしまいますので、はい、はい、色止めにもなるわけですね。そうですね、はい、次サンマいきます。はい、はい、サンマ、今日はサンマにおろしたサンマなんですけど、はい、この腹骨の方を取りますので、こちら中骨、いつも子供さん骨中骨嫌がるので、こちらの方も骨抜きで抜くんじゃなくて、もう今日は包丁でガバッと取っちゃいます。もうこの真ん中の部分に、そうですね、ここだけ V の字みたいに包丁入れてすればもう中の骨が取れますので、一気に取っちゃうんですね、はい、あとはもうここで確認していただければ、触ってみて大丈夫だったら、はい、もう大丈夫、もうこれでいけます。へえ。でこちらね、塩コショウですね。はい、こちら塩コショウ。そうそう、結構骨抜きとかでやろうとしても意外と残ってて手間ですからね、ちょっとこれで、ね、食べた時に気になったりしますが、はい、あと塩コショウしまして、うん、はい、あと粉ですね、打ち粉ですね、こちらを、はい、薄力粉につけていきます。はい、こちらつけまして、これになります。はい、こちらが今日の基本の木、はい、粉つけで煮崩れと、あと味の染み込みですね、はい、こちらの方をちょっと優先してこちらの方粉をつけましたので、はい、はい、これ今日半身を使ってますが、はい、小さいものだと一本ですね、はい、1本使っていただいたら、はい、はい、でこちらをフライパンです、はい、今のサンマ美味しいですもんね、はい、この間ちょっとタレをちょっと作りたいので、はい、はい、焼きますか、まず焼きます、はい、はい、こちらをして焼いていきます。はい、先ほどの薄力粉をまぶしたサンマをフライパンで焼いていきましょう、はい、これを焼いてる間にちょっとタレを作ります。はい、はい、今日は分量の水ですね、水と、これ覚えておきたいんですが、水 180ml に対して、お醤油ですね、お醤油、濃い口醤油が 45ml、 あと砂糖ですね、お砂糖 20g、はい、あともこれ混ぜるだけです。これだけ、はい、まあ、だから要はうなぎで言えばかば焼きのタレ、そうですね、はい、もうこれ何でも使えますね、鶏焼いてみたり、あ、照り焼きの時の、はい、はいはい、もう豚肉でも、であとこれ常温でも持ちますので、あと残ったら冷蔵庫に入れて置いておいていただきました、あ、もうこうやって混ぜた状態で冷蔵庫で、はい、もう僕たちはなんか空のペットボトルにでも入れて、はーはーはー、そこから常時出しながら使う分だけこう入れながら焼くんですけど、照り焼きのタレにもなり、かば焼きのタレにもなる、はい、もうみりんとかなんかいろんな調味料が入ってるイメージがあったんですけど、そうですね、違うんですね、もうそちらの方ちょっと省きまして、今回もうシンプルに、シンプルにお水とお醤油と、お水、醤油、砂糖、分量を守れば、守ればもう、なるほど、あとこちらでサンマ焼いていきますので、これこの段階でサンマはしっかり火を通す、そうですね、こちらでしっかり皮目も少し色、焦げ目、きつね色になるまでしっかり焼いてください、はい、そうすることでタレがよく絡みますので、あ、なるほど、はい、
もう少しですね、もう少し茶色くなるまでしっかり皮目の方を焼きますので、あえて焦げ目を作った方がいい。そうですね、焦げ目作ったとこにタレを絡ませるというイメージでやっていただきましたら、さっきもあのかば焼きにもなる、照り焼きにもなる、はい、タレで鶏肉を焼いた場合、そうですね、鶏肉をしっかり皮焼いていただいて、もうしっかり焦げ目がつくぐらいバリバリに、はい、焼いた方がいいんですね、はい、そこにタレを絡ませていただく方が、よいしょ、もう少しかな。こうやってフライパンで焼いても十分美味しそうですよね。これだけでもいけますけど、身がふっくらして、はい、少しこれぐらい、どうですか。そうですね、これぐらいちょっとずつこの焦げてくるじゃないですけどですね、焼き色がしっかりとついてる、ね、そうですね、焼き色がしっかりつくぐらいが、あ、うん、はい、これだけでまず美味しそうですね。これぐらいです、ね、であとはこのまま、あとさっきのタレですね、はい、こちらも適量でいいんで、今日は1匹ですのでそんなたくさんの量はいりませんので、はい、もうこれであとはもう絡ませていただいて、はい、しっかり。今日は卵と合わせますが、この段階でしっかりさんまに味を、そうですね、下味の方もしっかりつけていただいても大丈夫ですので、はい、これでさばの方はどうですか。あ、いいです。こちらの方またこの段階だけでももう仕上がってますよね、はい、しっかり絡ませていただいて、いい香り、あー、皮目最高です。で、これを完璧です。次、卵ですね。次、だし巻き卵いきますので、はい、さあ、ここからは卵液を作っていきます。はい、卵ですね、はい、卵3個にお出汁ですね、こちらの方は、はい、今日は卵3個に対してかつおだしが 72ml、 醤油少々ですね、はい、でこちらを混ぜます。だし巻き、そうですね、だし巻き卵ですね、もう憧れですよ、はい、こう見えても私も卵焼き器を買ったんですうちにありますよ。ぜひやってください今日ただこのだし巻きって何が難しいって、このだしの量の加減ですか。そうですね、加減と、あとちょっと焼くのに温度ですかね、少しこれで、でまた今日はだしが多いので、はい、ものすごいかっこいい、三滝荘から持ってきましたね、あの使い込んであります、この持ちってはすごい、何回ぐらいこれで卵焼きをそんなにやってないですか、数え切れないすごい。まずこちらで卵を流していただきまして、これうまくいくコツなんかも教わりたいんですが、まず熱くなったところに卵を、そうですね、で火は強火でいってください。強火で、はい、強火でいっていただいた方が弱いとどうしてもあれしますので、こちらの表面が固まってきましたら、こう先ほどのサンマですね、はい、1本置いていただきます。まずお玉1杯分の卵を敷いたら、その上にサンマ、はいはい、でこちらをこう卵を巻いていきます。よいしょ、うわ、綺麗です。これを綺麗ですね、仕込んでいきますので、わあ、時々暇な時に本当にだし巻き卵を作ってる動画とかを見て楽しむ時があります、はい、それぐらい難しいんですよね。でも見てて気持ちいい。ちょっと練習していただかないとというところですね。よいしょ、この左手ですか、ポイントですか、はい、そうですね、ポイントはあの思い切っていくことです。躊躇しないことです。確かに何回も菜箸でなんかこう、はい、こう持ち上げたりとかじゃなく、もう躊躇しなく言ってください。 1,2,3 ぐらいの、はい、で必ずまた油を敷く、油を敷く、そしてこれ流し込む、もうこれの空いたところに流し込む、流し込んで下に入れる、入れる、固める、で焼く、もうこれの本当繰り返しなんですけど、これがやっぱりあの柔らかく美味しくできるコツなので。だってこれ柔らかい、ふわふわですもんね。そうですね、これでできますので、これでラストですね、はい、
を敷く、空気を抜く、うん、であとは大胆に肉を守れば、よいしょという感じでいけば、プルンプルンなんですけど、これの繰り返しです。あとは本当に強火で思い切っていってください。ずっと強火、ずっと強火でいってください。これで完成ですので、こちら見てください。うわ、浜田さん、はい、まだ全然固まる前の、はい、なんでこれで少し固めます。熱々の柔らかい状態で巻きすに巻く、はい、そうですね。で少しこちらで形整えていただければ。あとはすごい先ほどのオーバーですかね。おー、こちらでどれくらい、もう本当にすぐ今の時間ぐらいでいいんですか。あ、もう固まってます。 ある程度もう形整えますので、プルプル、これを切ります。そう、どうぞ先生、焼きたてですので。いいんですか。はい、召し上がってください。切れ端をいただいても、はい、熱いので。あ、飲める、な、滑らかで、うわ、とろけますね。そうですね、焼きたてはやっぱり固まるか固まらないかのうわ、柔らかい、お味も優しいです。はい、こちらで盛り付けします。なんて綺麗なんでしょうか。こちら、そうですね、先ほどの大葉ですね。今日はちょっとのりとこちらの大葉で、はい、トッピングします。はい、こちらで完成でございます。はい、さあ出来上がりました。わー、綺麗ですね。さんまかば焼きの卵巻き、20分で完成です。さあ今週は旬のさんまを使っています。甘辛いサンマのかば焼きを芯にした卵巻きです。サンマは3枚におろして中骨を抜いてから使いましょう。かば焼きのままでも十分美味しいんですが、さらに一工夫です。だし巻き卵で丁寧に巻きました。油を薄く敷いて卵液を少しずつ入れるを繰り返していきます。面倒がらずにやれば美味しい卵巻きの完成です。ぜひ作ってみてください。もう玉田さんの左手あー、もう見事ですよ ね、 もうね、素晴らしかった。すごいスピードでしたね。いただきます。これは絶対感動すると思います。わあ、そうだ、柔らかい玉田さん、この柔らかい、柔らかい、おい、あ、ちょっとこれうなぎ超えました ね、 ね、そうですよね、本当に美味しい、ものすごい合いますよね。もうふわふわです。先生さんが飲めるって言ってたのが分かりますね。はい、滑らかで、あのお出汁の量もポイントでしたね。そうですね、お出汁が多くなれば多くなるほど柔らかくなるんですけど、ちょっと難しいかなという時は、もう減らしてください。減らしてから少なめに挑戦して、して、はい、焼いてください。後であの分量で挑戦するといいかもしれません。口の中の食感はほぼスムージーですもん。ですよね、はい、はい。そして青しそとサンマの相性もね、抜群です。はい、ぜひ皆さんもご家庭で試してみてください。明日はアイデア料理の川添さんがサンマの揚げ焼きトマトソースを教えてくれます。玉田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。